ミニチュアホースは小型の馬の品種で、成人の平均身長は30インチ76センチメートル以下です。非常に可愛らしい外見をしており、人々から人気のあるペットとして飼われています。彼らは非常に従順で、訓練が容易であり、しばしば子供たちの乗馬学習のために利用されます。また繁殖や小競技のためにも飼育されています。ミニチュアホースは非常に社交的で親しみやすい動物であり、その小さなサイズと親しみやすい性格から多くの人々に愛されています。ミニチュアホースは非常に社交的で親しみやすい動物であり、その小さなサイズと親しみやすい性格から多くの人々に愛されています。彼らはしばしば農場や牧場で見られ、家畜としても飼われています。彼らは小さくて可愛らしい外見から、子供たちや動物愛好家の間で特に人気があります。またミニチュアホースは他の馬の品種よりも食料や医療費が少なく済むため、飼育コストも比較的低いです。そのためペットとして飼う際にも魅力的な選択肢となっています。ミニチュアホースを飼う際には、適切な餌やケージの設置、定期的な健康診断などが必要ですが、彼らとの触れ合いやお世話も学ぶミニチュアホースはとても愛らしい外見と親しみやすい性格から多くの人々に愛されています。彼らはしばしば農場や牧場で見られ、家畜としても飼われています。またミニチュアホースは他の馬の品種よりも食料や医療費が少なく済むため、飼育コストも比較的低いです。そのためペットとして飼う際にも魅力的な選択肢となっています。ミニチュアホースを飼う際には、適切な餌やケージの設置、定期的な健康診断などが必要ですが、彼らとの触れ合いやお世話も楽しい時間を過ごすことができます。彼らとの絆を深めるために、日常的なトレーニングや運動も重要です。ミニチュアホースは小さな体サイズから多くの人に愛されるが、適切なケアやトレーニングが必要です。日常的な運動や規則正しい餌などのケアを行うことで、健康で幸せな生活を送ることができます。またミニチュアホースは群れを好みますので、他の仲間と一緒にいることが大切です。彼らの社交的な性格を生かすためにも、他のホースや動物との交流を積極的に提供することが大切です。飼い主との強い絆を築くためにも、定期的な触れ合いやコミュニケーションも大切です。また定期的な獣医の診察や予防接種を受けることで健康を維持することができます。ミニチュアホースは小さな体サイズなが、ミニチュアホースの愛らしい外見と親しみやすい性格は多くの人々に愛されています。しかし彼らを飼う際には適切なケアやトレーニングが必要です。日常的な運動や規則正しい餌などのケアを行うことで、健康で幸せな生活を送ることができます。また群れを好むため、他の仲間と一緒にいることが大切です。そして飼い主との強い絆を築くためにも、定期的な触れ合いやコミュニケーションが重要です。さらに定期的な獣医の診察や予防接種を受けることで健康を維持することができます。ミニチュアホースは小さな体サイズながら、きちんとしたケアを受けることでミニチュアホースは小さな体サイズながら、きちんとしたケアを受けることで健康で快適な生活を送ることができます。また彼らは非常に社交的で親しみやすい性格を持っているため、定期的な触れ合いやコミュニケーションが重要です。さらに群れを好むため、他の仲間と一緒にいることが彼らの幸せにつながります。定期的な獣医の診察や予防接種を受けることで健康を維持することも大切です。ミニチュアホースは小さな体サイズから多くの人に愛される動物ですが、飼育する際には適切な知識と愛情を持って接することが大切です。彼らとの触れ合いやお世話を通じて絆を知る、ミニチュアホースは小さな体サイズから多くの人に愛される動物ですが、飼育する際には適切な知識と愛情を持って接することが大切です。彼らとの触れ合いやお世話を通じて絆を深めることができ、それが健康で幸せな生活を送るための重要な要素です。またミニチュアホースはしばしば子供たちとの親子関係を築くためにも利用されており、家族全体にとっても素晴らしいペットとなるでしょう。彼らの可愛らしい外見と
親しみやすい性格を生かし、家庭での愛情をたっぷりと受けながら、健康と幸せを共に築いていくことが大切です。ミニチュアホースを飼育する際には、定期的な健康診断や予防接種を受けることで、病気や健康問題を予防することが重要です。また、適切なフードや栄養補助食品を与えることで、彼らの健康を保つことができます。さらに、適切な運動や訓練を行うことで、彼らの体力や精神的な健康をサポートすることができます。ミニチュアホースは、家庭や牧場で愛される素晴らしい動物であり、適切なケアを行うことで、彼らと共に豊かな時間を過ごすことができるでしょう。ミニチュアホースは、家庭や牧場で愛される素晴らしい動物であり、適切なケアを行うことで、彼らと共に豊かな時間を過ごすことができるでしょう。彼らは、非常に社交的で、親しみやすい性格を持っており、定期的な触れ合いやコミュニケーションが重要です。また、群れを好むため、他の仲間と一緒にいることが、彼らの幸せにつながります。定期的な獣医の診察や予防接種を受けることで、健康を維持することも大切です。ミニチュアホースは、小さな体サイズから多くの人に愛される動物ですが、飼育する際には適切な知識と愛情を持って接することが大切です。ミニチュアホースの健康と幸せを守るためには、適切な環境で飼育することが重要です。彼らのために安全で快適な居場所を提供し、ストレスや不快な状況を避けることが必要です。また、定期的なグルーミングや足裏の清掃を行い、健康な毛並みと足裏を保つことが大切です。さらに、適切なストレス管理や心理的な刺激を提供することで、彼らの精神的な健康も支えることができます。ミニチュアホースは愛らしい動物ですが、飼育する際にはきちんとしたケアと愛情を持って接することが大切です。